52名のボートレーサーそれぞれの思惑が春の瀬戸内の海で交錯した6日間、ボートレース小島プレミアム G1 第16回マスターズチャンピオン、いよいよ頂上決戦の第12レース優勝戦です。1号艇には今村豊、2号艇には熊谷直樹、3号艇多藤実、4号艇倉谷和信、5号艇北川幸則、6号艇小畑美奈里です。6メンバーコース争い動きはありません。前県からとにかく今村豊一色のシリーズでした。念願の小島初 V へあと1勝です。ゆっくりと1コース伺う1号艇の今村豊、2コース昨日の陣営では絶品の差しハンドル、鬼足の今村を攻略できるか、2号艇の熊谷直樹、センター3コース F2 のハンデを抱えながら昨年の最多勝レーサーが意地を見せた3号艇の多藤実、4コース伺っては花の60期代表として、ここは4コース引っ張っていきます。4号艇倉谷和信、5コース昨日の陣営では空いたところを見逃さず巧みなハンドルワークを披露した5号艇北川幸則、6コース今シリーズまさにこのレースのために1年間準備してきた地元の大舞台、あとは自分のレースをするだけです。6号艇地元の小畑美奈、3対3の枠なり進入となりました。第16回マスターズチャンピオン優勝戦、インカラー1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。スロー算定0台スタートでしょうか。1号艇2号艇3号艇、3号艇でいく、3号艇多藤一種の1マーク、インから向かい打つ1号艇今村逃げる、3号艇多藤マクルガン流れた、切り込んでくる4号艇倉谷、2号艇の熊谷ですが押し切った1号艇の今村豊か、2番手は4号艇倉谷で3番手争い2号艇5号艇6号艇去って並走、優勝戦スタート正常でした。先手を取る1号艇の今村トップターン、2番手小前6号艇地元の小畑、握ってかわす4号艇の倉谷、差しハンドルは2号艇熊谷先回も、先頭は1号艇今村、2番手は4号艇倉谷、3番手は2号艇の熊谷で上位台形142、レースは2周目と映っております。1マークの旋回は先頭1号艇の今村豊か、2番手は4号艇の倉谷和信、3番手で向島と折り返した2号艇の熊谷直樹、上位台形142の台形、その後方6号艇小畑、5号艇北川平走、最後方レースを作った3号艇の多藤、レースは2周目マークの旋回と向かっていきます。このレース1コースからコンマ0708あたりのスタートでしょうか。押し切った1号艇今村、2番手は4号艇倉谷、3番手2号艇熊谷、上位台形は1番4番2番の台形、レース残り1周の攻防となります。第12レース優勝戦、先頭1号艇の今村豊、中国ダービーで優勝したまな弟子白井英二から受け継いだ46号機、そのパワーをフルに生かしきって終わってみれば8戦全勝の完全 V、 これで鬼門だった小島の水面を攻略し新たな伝説が誕生します。さすがプリンス、さすがミスター、さすがレジェンド、強い強すぎる今村豊、このタイトル2度目、そして小島念願の初日に向かって先頭1号艇今村、2番手4号艇倉谷、3番手2号艇熊谷で間もなくゴール、先頭1番今村豊ガッツポーズゴールイン優勝、2番手は4番の倉谷、3着2番の熊谷ゴールイン、6番小畑、3番多藤ゴールイン、ラスト5番の北川ゴールイン、以上第12レースでした。第12レース優勝戦の確定です。1着1番今村豊、2着4番倉谷和信、3着2番熊谷直樹、以上でございました。